テストはドイツの環境測定機メーカー。テストは1957年に設立されたドイツバーデンビュルテンベルク州ティティゼイに本社を置く環境測定機のグローバル企業。ポータブル測定技術の分野で世界のマーケットリーダーである。同社は中国、日本、韓国、アメリカ、オーストラリア、フランス、スペイン、イタリアを含む35の子会社を持ち、 約3200人の従業員を有し、そのうち1700人以上が、レンツキルヒ、キルヒツァルテン、ティティゼイの拠点に所属している。2019年末に本社をレンツキルヒからティティゼイに移転した。2011年にテストは初めて2億ユーロの売上を超え、全世界で2億800万ユーロの受注を達成。同社は年間売上高の 約10%を研究開発に投資している。2018年、同社は初めて3億ユーロを超える売り上げを記録した。今日のテストの前身は、1957年にアトモスフリッツシング &CO、GMBH バイアーンハイムのレンツキルヒシテンの温度計製造部門として設立された。アトモスは、1888年に、 ベルリンで設立されたカイザー・フリードリックス・オペタカを起源とし、フィールンハイムで医療分野で活躍する会社で医薬品や医療用吸引ポンプを製造していた。ボーリンガー・マンハイムのマネージングディレクターだったポール・フリッツ・シングは1930年代に製薬会社の医療技術の発展に関心を持っていたため同社に出資を行った。同社がブランドと会社をマンハイムに持ち込み、 遅れて1938年に機器製造拠点をフライブルクに移した。そこでは技術、商業、医療、科学における用途のための小型コンプレッサーが製造された。1944年に空襲でフライブルク工場が破壊され、工場は黒い森のレンツキる日に移転された。体温計製造部門の創設者であるハンスバウアーは1957年まで アナログ表示付きの電子体温計を開発していた。その後まもなく、測定器は体温を測定するために必要な測定範囲よりもはるかに広い測定範囲を持つものに拡張され、第二の温度計として産業や研究の用途のために販売された。製品群を次第に拡大していった反面、アトモスの医療分野から次第に離れていった。その結果、 1981年4月1日、電気測定デバイス部門のすべての従業員が、新会社であるテストターム KG フリッツシングのレンツキル飛行場に移動した。1984年、テストタームメステクノク GMBH&COKG が、アトモスフリッツシング &COGMBH の電子計測機器事業部に代わって、開発と製造をはじめ、販売会社として、 テストタームフリッツッシング GMBH&CO、KG の名称で営業を続けた。1993年1月1日、2社は合併してテストタームフリッツッシング GMBH&CO を設立した。ガードのスプ、ボルフガング・ヘズラー、ピーター・グライザーが代表取締役となった。製品群は温度計にとどまらず、タームという言葉は適切ではなくなったため、 1993年7月に会社名をテスト GMBH&CO に変更した。1999年テストはアトモスメジジンテクニック GMBH&COKG の75%以上を買収し親会社となり、さらにテストインダストリアルサービスが分離した。2002年1月1日テスト GMBH&CO をテスト AGE に解消したが、株式は私的なまま残り、証券取引所では取引されなかった。2005年、アトモスのマネージングディレクターが株主であるテストに支払いを行った。2010年7月1日、同社はスイスのボーレンを拠点とするマタ、ま、エンジニアリング AGE の株式を100%取得した。ナノ粒子測定器を専門とする16人の従業員は、 買収により子会社として設立されたマターエアロゾル AG に引き続き雇用されたが、その後に親会社であるテストに統合された。2011年1月、テストセンサー GMBH を設立。暖房システム、ソーラーシステム、自動車の空調、コーヒーマシン等に使用される温度センサーを開発、製造、販売している。2011年、当時のテスト AG は、 株の5%の長期管理を購入のために提供した。提供された株式のパッケージは賢された。2016年夏、会社の法的形態がテスト AG からテスト s e c o クガに変更。2017年3月には、適税に二棟目となる社屋の建設が始まり、2019年に完成した。アトモスの温度計製造部門は、 ウンターレンツキルヒの古い校舎の屋根裏で始まった。1963年、同社はレンツキルヒの古い時計工場の別棟に移転した。このすぐ後に、現在使用されていないレンツキルヒ駅のエリアに、1971年、1975年、1978年、1982年、1990年、2001年、2007年に、 製造及び保管のための建物が建てられ、合わせて800人がレンツキルヒで雇用された。レンツキルヒにおける従業員の人数に限界が生じ、ティティゼイにある全4棟の建物のうち最初の建物の建設が2010年の春に開始され、2012年年初から約250人を雇用した。ティティゼイの第二本社ビルの建設は2017から2018年に計画されており、 最終的に最大1200人の従業員にスペースを提供する。2番目の本社ビルが完成し、本社機能を危機税に移したが、レンツ切る日のビルはそのまま残る。冷凍空調サービス、産業用途燃焼排ガス分析、煙道ガス分析、室内空気室、食品衛生のための測定機器と測定ソリューションを提供している。革新的な製品として、 ナノパーティックルカウンター、食用油テスター、熱画像カメラ、クラウド型モニタリングシステム、ハサップ管理システムなどのソリューションシステム、スマートプロブスなどのスマートフォンで操作可能な測定機シリーズが挙げられる。2007年、同社はドイッチランド、ラントデアイデーンに選ばれた。2009年、ドイツで最も革新的な企業トップ100に選ばれ、また、ドイツ技術協会の一部である。 ドイツ技術者協会の d ゥ i n g Sings を受賞した。2010年、監査会社のデロイトよりアクシア,アワードを受賞した。この賞は顧客と共に未来へ引く顧客のアイデアから革新へというカテゴリーで行われた。2012年、ドイツで最も革新的な企業トップ100に選ばれた。2013年、ワイアッツシャフトスウォーシュ氏より、 ドイツの中堅企業トップ100に選ばれた。2014年、ミューニックストラテジーグループより、ドイツの中規模企業のイノベーションチャンピオン50社として、認められた。2016年、ドイツデザイン協会より、赤外センサーモグラフテスト870が、ワークショップツールのカテゴリーで、ドイツデザインアワード2016を授与した。2016年、ブランドアインスビシン,ウントスタテスタより、 イノベーターオブザイヤーに選ばれた。2018年、再びドイツで最も革新的な企業トップ100に選ばれた。ありがとうございます。